きらめきニューフェイス。続いては新人や若手アーティストを応援するコーナーです。今週も三田京香さんです。ご当地で会いましょう。ゲストがゆかりの地をお国自慢するコーナーです。さあ、三田京香さんにご紹介していただくご当地は、はい、私の第二のふるさとでもある神奈川県を紹介したいと思います。第二のふるさと、はい、ご出身は、は愛媛県なんですけれども、第二のふるさとは神奈川県、はい、うん、ご縁がありまして、うん、神奈川県は箱根町大平台、うん、登山電車が走っている、はいはいはい、大平台にある箱根上の湯さんって、上の湯と書いて、うん、上の湯という旅館がありまして、うん、まあ、ご縁がそこのおかみさんと知り合って、うん、しょっちゅう行ってるので、もう家のような感じで。じゃあ箱根は知り尽くしてますか？そうですね、もう結構いろいろ観光地も行かせていただいて、うん、今日はじゃあおすすめスポット、じゃあ教えてもらおう。箱根神社。ああ、箱根神社、はい、行かれたことありますか皆さん？はい、あ、結構いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。もう今パワースポットとして結構若い方もよくインスタグラムなんかで、高木の中でこう、うん、緑のパワーというか、箱根神社の木をこういただいて、うん、本当にもう行くと、立ってるだけで元気になるというか、もう心が浄化されるとかあるのかな、そういうのね。なのです、はい、行くと本当に元気とか力をもらえるので、ぜひ皆さんに行ってみてほしいです。なるほど、なるほど、うん、さあ、それでは先週はですね、猫ちゃんカーニバル歌っていただきましたけども、はい、今週は両 A 面の元気でいてねを歌っていただきますが、はい、どういった曲でしょうか？はい、この元気でいてねという曲もですね、猫ちゃんカーニバルと同じ作詞は高隆先生、そして作曲は私のデビュー曲も作曲してくれた木村一郎先生が、お二人が本当に女性のけなげさとか辛い時こそこう笑顔で頑張ろうっていう気持ちになりますし、私も歌っていて、ぜひ皆さんもですね、大切な人を思い浮かべてこの曲を聴いてほしいなと思っています。はい、それでは歌のご準備お願いします。いつか必ず会えるから、別れの言葉は言わないで、涙隠して手を振って、あなたを笑顔で送ります。三田京香さんで元気でいてね、どうぞ。Oh,
三田京香さん、元気でいてねでした。